三代目、三遊亭演唱から1881年8月16日は、落語家、本名、島岡兵衛。当初、歌舞伎役者で、本名、野本兵衛にちなんで、の新と名乗ったので、後に、の新の演唱と、あだ名されたとされていたが、誰の役者の弟子だったのか、旧幕府時代にすでに、野本という名字のある身分だったのかなどについて何も、傍証となるものがなく、 さらに本名を島岡と載せている文献もあるので、その由緒については疑問がある。一方で天狗連の真打閣で、連の真打を略しての真があだなされたという説もある。安政の末に役者から転じて、江戸話しか四代目、桂文治門下で万事となったとされるが、確証はない。明治維新前後に三遊亭窓課長門下に移り、 初代にあたる三遊亭窓科学を名乗る。縁朝の下で、めきめきと頭角を表し、園芸評論家、関根木案によると、初代、三遊亭窓科場、初代、三遊亭窓科立花、三代目、三遊亭窓科隆と並んで、縁朝四天皇の一人に数えられたという。関根木案の説では、1872年に、 両国立花家、お年に際して、縁朝が素話に転じるために芝居話の道具を縁楽にすべて譲って、三代目縁将を襲名させたと言う。しかし、実際はもう少し早く1869年から1870年頃襲名したのではないかとも思われる。1881年に43歳で死去した。弟子は、初代、三遊亭マドカマルラ大勢いた。 ありがとうございます。